サッカーファンの皆さん、お待たせしました。大勢のサポーターが押し寄せたスタジアムはサッカーにもってこいの天気に恵まれています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、福西さん、スタジアムはすでにこの熱気ですね。今日も激しいぶつかり合いになりそうです。よろしくお願いします。どんな結果になるかは分かりませんが、見応えのある試合になりそうですね。試合開始が待ちきれません。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。多くのサポーターが見守る中でのキックオフです。選手もサポーターも心を一つにして戦いたいですね。裏へのいいパスが出た。ここはゴールならず、強いシュートが外れました。精度の方が大事だったと思います。思い切り打つことはなかったんじゃないでしょうか。どうやら戻るのは難しいようです。罰が出ています。激しいプレーでしたからね。厳しいですね。選手が交代します。負傷での交代は痛いですね。自陣内でプレッシャーにさらされています。裏へのいいボールです。キーパーのダイビングセーブ、鮮やかでしたね。コーナーキックが入ります。ここはクリアされました。ドリブルで敵陣へ持ち込む強烈なシュートはわずかに枠の外。タックルでボールがこぼれました。ここで抜きました。ロクタンが処理。いろいろと話題になっている選手です。噂は本当でしたね。今シーズン限りで引退することが発表されました。クラブの中心選手なのでサポーターも悲しんでいるでしょう。残りの試合でも最高のパフォーマンスを見せてほしいですね。タックゴールを見る。このボールは直接相手の選手へ。ここからどうするのか。さあ上げたい。マークを振り切った。強烈なシュートはクロスバーの上。
この選手は現在メディアも含めてかなり注目されています。今季限りで引退という噂が流れています。クラブにとあっとここで裏に抜けそうです。まだあります。ゴール、ゴール決まった、先制ゴール。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。ここで攻守が入れ替わります。ドリブルでボールを前へ。このボールは決定的。ゴール。また決まりました。あっという間に2点差です。チームが追加点を挙げ、選手たちも嬉しさを爆発させています。見事なゴールでした。まだまだ試合は動くそうです。さらに点差を広げたことで、監督の表情にも明るさが見えてきましたね。このボールは重要です。ホームチームのボール支配率が落ちています。スコアはリードしているので無理にボールを取りに行っていないようですね。おっと裏を取りに来ました。止めた。今のは入って当然のシュートでしたよ。素晴らしい反射神経ですね。エリア内へ向かうか。見事なセーブでゴールを死守。ディフェンスがクリアしました。ドリブルで果敢に攻め込みます。6ターンがしっかり止めました。中の選手を狙ってきた。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。裏も見えていたのか。おっとオフサイドフラッグが上がりました。パスも飛び出しも完璧なタイミングに見えたんですが、わずかに早かったんでしょうね。これは仕方ありません。アディショナルタイムが2分追加されました。旗が上がりました。オフサイドです。ここでカットしました。しっかり見えています。前半が終了しました。アウェーチームはここまで相手にリードを許しています。前半でここまでやられてしまうと勝利するのは厳しいでしょうね。チームは得点力不足に苦しんでいるのでなおさらです。これを一気に覆すような魔法はないので、とにかく一人一人ができることをしっかりやって1点ずつか。後半戦の開始です。相手を抜きました。抜いた。止める。素晴らしいセーブが見れましたね。よく反応しました。
さあボールを蹴った。このヘディングは枠の外へ。ちょっと当たりが悪かったかもしれません。これは相手にパスしてしまいました。スポーツ系のウェブサイトでニュースが流れています。トッテナムホットスパーが新しい選手を獲得すると噂になっていましたが、やっと確定したようですね。才能の塊のような選手ですね。このまま順調に成長していければ世界に名を轟かせるスターになれるだけのポテンシャルがあります。これはいい位置でカットした。松浦拓也、サポートを使うか。ここは枠を捉えきれません。このパスは少しずれたようでつながりません。スローインになります。アウェーチームがボールをキープする時間が長くなっています。問題はほとんどチャンスを作れていないことですよね。ポゼッションも大事ですが、得点しないと勝てません。お、抜け出しそうです。これをセーブ。危ない状況でしたが見事に対処しましたね。すごい反応です。このクロスはキーパーががっちりとキャッチしました。自陣内で相手のプレッシャーにさらされます。ボールポゼッションが相手に移ります。プレスが効いている。おっとフリーです。決まった。これで2ゴール目。この選手はノリに乗っています。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。これはいいタックルです。ボールをダッシュしました。シュート。これは決まらない。キーパーに阻止されました。このキックはもったいない。相手ボールになりました。ファールの判定です。ここはカードが出ますか。クロスを狙ってくるか。これは打つしかない。これはキーパーのボールになります。パスをカットします。キーパーが弾いたボールがポストに当たります。前方に運びました。見事なボールコントロールです。ボールを狙ったタックル。ここで攻撃を止めます。相手のボールになりました。おっと抜いてきました。このボールは直接相手の選手へ。アディショナルタイムが2分増やされました。ここでボールをダッシュ。今のはいいタックルでした。
ここで試合終了のホイッスル。チームはホーム戦で見事な勝利を収めました。勝ち点3を手にしています。まあこうなるのが当然ですよね。盤石の守備力を誇るホームチームですから、得点力に苦しむアウェーチームではゴールを脅かすことすら叶いませんでした。ホームチーム